イギリス海軍が過去に建造、計画、あるいは捕獲した、戦列艦の一覧である。戦列艦の定義は、海軍本部に従って1660年の王政復古から1880年前後の戦艦の、出現までの範囲の大型艦とする。一等艦、二等艦、捕獲した二等艦、三等艦。 捕獲した3等間4等間捕獲した4等間100問1等間90問2等間70問3等間2層、看板80問3等間3層看板80問3等間70問3等間60問4等間70問間64問間1690年から1692年、発注1693年発注1694年、 発注1695年発注購入館1等館3等館4等館70問3等館60問4等館50問4等館90問2等館80問3等館70問3等館66問3等館60問4等46問から54問4等間90問2等間80問3等間70問3等間60問4等間50問4等間 詳細不明の間100問等間9十問2等間8十問三等間7十問3等間60問四等間5十問4等間100問等間9十問2等間8十問3等間7十問3等間60問4等間5十問四等間9十問2等間8十問3等間74問3等間66問3等間64問3等間58問四等間寸法規定によらない 58問4等間、50問4等間、ブリストル9寸法規定によらない50問4等間、100問1等間、80問3等間、70問3等間、60問4等間、50問4等間、90問2等間、80問3等間、70問3等間、60問4等間、60問4等間、50問4等間、70問3等間、テンプル9、68問3等間、 詳細不明の捕獲艦はイギリス海軍名がはっきりしないことを表す。1751年にジョージアンソン男爵が海軍本部の長官に就任したのと同時期にイギリス艦艇の設計を縛っていた寸法規定制度は撤廃された。1755年にはトーマス・スレードとウィリアム・ベートリーが共同で 官邸監督官に就任し、新たな原理に基づいて艦隊が編成されるようになった。3層80門艦は建造されなくなり、2層看板で70門、または60門の艦は新しい74門艦や64門艦に統合された。50門艦はもはや戦列艦とはみなされなくなったが、これらの艦は、概要での単独任務のために建造が続けられた。 ビクトリー級、トーマス・スレードが設計した百門館。ロイヤル・ソブリン級、エドワード・ハントが設計した百門館。アンパイア級、エドワード・ハントが設計した百門館。ロイヤル・ジョージは、建造前に、発注時のアンパイアから改名された。クイーン・シャーロットが事故で失われたため、同名のクイーン・シャーロットが追加で建造された。サンドウィッチ級、ロンドン級、バーフラー級。 トーマス・スレードが、ロイヤル・ウィリアムを参考に設計した90門館。後に98門に改装された。クイーン級、ウィリアム・ベートリー設計の90門館。後に98門館に改装され、トラファルガーの改戦後に74門館になる。デューク級、改めロンドン級、ボイン級、ダブリン級、フェーム級、ヒーロー級、ハーキュリーズ級。 ベローナ級バリアント級アロガント級カナダ級ウィリアムベートリー設計アルビオン級ラミリーズ級サフォーク級改めラミリーズ級改めサフォーク級ロイヤルオーク級エグモント級エリザベス級かローデン級アルフレッド級ガンジス級カーナティック級フランスから捕獲したクラジュを参考にしているエージャ級トーマススレード設計エセックス級トーマススレード設計 エイジャの改良型。セント・オール・バンズ級、トーマス・スレード設計。エクセター級、ウィリアム・ベートリー設計。アーデント級、ウースター級、イントレピッド級、インフレキシブル級、クラウン級、エドガー級、ウォリック級、ロムニー級、ソールズベリー級、ポートランド級、エクスペリメント級、グランパス級、トラ、スティ級、カレドニア級、ネルソン級、セント・ジョージ級、カレドニア級の行動型のことであるインプレグナブル級。 トラファルガー級プリンセスシャーロット級。ネプチューン級ボイン級ロドニー級フォーミダブル級改め、フォーミダブル級改めフォーミダブル級フードロイアント級、級ウォータールー級ケンブリッジ級インダス級、ヒンドースタン級ブランズウィック級マーズ級、クラ1ュ級1783年のクラ1ュ級とは異なる。プランタジュネット級ブルワーク級エイジャックス級。 コンカラー級ドラゴン級ノーサンバーランド級、スペンサー級アシル級リベンジ級ミルフォード級、コロッサス級フェーム級改め、カーナティック級スウィフトシャー、級レパルス級ブレイク級アーマーダ級コーンウォーリス級、ロックフォート級、ブラックプリンス級チャタム級 A、スティング級艦級が不明の未成艦アンテロープ級、ダイオミード級ジュピター級改め、ジュピター級、ルトナン級2層80問3等艦 ルテメレール級7 4門三等艦、ル・プルトン級7 4門三等艦、その他ナポレオン戦争の捕獲艦、ウィリアム・シモンズ大佐は1832年から1847年の間艦艇監督官として働いた。シモンズは海軍士艦であるとともに、ヨットのデザイナーで小型軍艦の搬送試験での競争に執念を燃やしたと言われている。 彼の設計には2世紀も続いた交渉で鍛えられた技主たちの設計への批判が内包されている。シモンズは官邸設計に革命を起こそうとした。彼の艦船はより早く搬送でき、さらに砲の周囲に余裕を作ることで、もっと効率的に砲を扱えるようになった。このため船体は大型化し、バラストが少なくても安定性が保てるような形状になっていた。 しかし設計局は人員不足で、さらにシモンズの設計意図を誤解していた。そのため、シモンズの戦列艦は原則に法律を持つ、艦艇としては安定性が高すぎるものとなった。彼の設計に関する他の問題として、艦内の積載物などの重量分布にとても敏感だったというのも挙げられる。シモンズは、 経験豊富な造船技官であるジョン・エディと緊密な連携を取りながら働いた。エディは構造設計と実際の建造を担当していた。シモンズとエディが設計した艦船は、セッピングスの設計による全世代艦艇より、はるかに多くの鉄材を構造に用いている。ロイヤル・アルバート級、デューク・オブ・ウェリントン級すべて蒸気水深に改装されている。表の モンスーは改装後の値。クイーン級アルビオン級、プリンセスロイヤル級アルジャーズ級シーザー級、バンガード級改め、バンガード級オライオン級、サンスパレール級ボス公園級同警官がすべて、改装を受けたものこれらについては、内部リンク先の改装前の一覧表を参照のこと。ウィンザーキャッスル級3層102問。ネルソン級ロイヤルジョージ級。 カレドニア級階層クイーン級クレッシー、級マジェスティック級ヴァンガード級階層ボンベイ級元、カノーパス級戦列艦、ブレニム級風鎖艦元バンジュール級戦列艦、コーンウォリス級風鎖艦元バンジュール級戦列艦、ビクトリア級セントジーンデーカー級。コンカラー級ダインカン級アガメムノン級、ジェームズ・ワット級、リナウン級、デファイアンス級ブルワーク級。 プリンスロイヤルとする資料もある遺説もある P64 リオンザ・セーリング・ネイビー・リスト・レイバリーによる解体年は誤りである P175 レイバリーザ・シップ・オブ・ザ・ライン・ボリューム・アイ HMSVICTORI.com ハット ABP15 ランベール・バトル・シップス・イン・トランジションハット ABP66 から87ランベール・ザ・ラスト・セーリング・バトル・フリートありがとうございます